紹介します。真ん中まで行く。じゃあ真ん中まで来たのがミレニーです。まず名前覚えてほしいんですけど、名前をミレニーと言います。ちょっと聞き慣れないんですけど、可愛らしい名前ですよね。この名前由来があります。それはミレニーが生まれた年に関係するんですけど、考え方はわかるかな。ちなみにミレニー今22歳です。21年前というと2000年ミレニアムの年ですよね。なのでお客様にミレニアムから名前を取ってもらって、ミレニーっていう可愛い名前つけました。ちなみにミレニー、この中5頭いるんですけど、お母さんと妹一緒に生活しています。お母さんいるかな。あ、お母さん、羽田さんの前にいる子、あれお母さんのルイです。はい、じゃあ今お見せしてくれます。ルイです。ルイです。お母さんのルイを見て結構ミレニーいろんな動き覚えました。で、これも覚えたもんね。できる？はい、これも見ながら覚えました。そして妹を紹介しますね。妹はステージ中央にいます。おお、楽しそう、楽しそう。なんかサワちゃんです。はい、そうです。遊ぶのが大好きで、そう、結構ね軽いですけど意外と重いですよね。じゃあルイとミレニー親子だけあって結構似ているところがあるので、お腹の色を見せてもらってもいいですか。お腹の色、はい、お腹の色見えるかな。よし、さあ親に行ってもらいましょう。行きます、せーの、行きましょう。ピンク色してます。あ、さあ、じゃあ、さあちゃん、おお、かわちい。はい、こんな感じでお腹見たピンクです。あ、ちなみにミュウは黒っぽい色をしているんです。これ親子だからこそ、あのさんとは似ているところです。ちなみに似ているところもあるんですけど、顔はあんまり似ていません。あの上に登れますか、ステージの上に。レイも登れるかな。それで、そう、体の色白いところは似てます。でも口先が似てなくて、かっこいい、かわいい。お母さんのルイは下顎がちょっと出ててしゃくれっぽいんです。はい、口上げてるから見えやすいかな。はい、あんな感じで下顎が出てます。きれいに揃っていますよ。はい、上手に登れました。ありがとう。見えるかな。おお、上手上手。ちなみにミレニー、この中で一番たくさんの種類のジャンプも飛べます。そういうのも得意なんですけど、結構細かい動きも得意で、このバケツを探してたりできるんですね。どういうことかというと、私がこの辺に隠して、ハナレ君に見つけてきてってミレニーに合図を出してもらうと、この前で止まってくれます。でも今日はちょっとあんまりやらない長い距離なので、ちゃんと見つけられるか私も心配です。じゃあハナレ君、はい、見つけてって合図出してもらっていい。いや、押し分けて見つけてる。探してね、ミレニー、よく